はい、今回高校生ですね。高校生の髪の毛ちょっと毛が多くて硬い方の好き方ですね。で、すきばさみですきますね。ほんであれですね、短い方なんで、あのよくすきばさみって根元からすいたらダメっていうのよくあるんですけど、短い方の場合はもう立っても大丈夫なヘアスタイルの場合でしたら根元からすいても大丈夫です。ちょっと一回すいてみますんで。で、毛の多い方なんで何回もすいても大丈夫です。で、今2ブロックが下3ミリで入った状態で上の長さをすいて切っていきます。で、家でも、まあ、練習したい方の場合はすきばさみをあんまりすきすぎるとスカスカになってしまいますので、あんまりすけない方の、まあ、10% とか 15% っていうのがあるんですけど、慣れてきたら 20%、30% でやってもらいたいんですけど、あんまりすけんタイプでやってください。で、全体的にさっき言ったように根元から、まあ、根元家やったら、毛先、中間毛先をすいてもらっても大丈夫です。で、なんですくかっていうと、毛の動きが結構ペタッとなったりボリュームが出なかったりするんで、それを立体的に見せる方法ですくっていうことをします。で、毛が薄い人の場合でしたらあまりすかずに、すきすぎずに毛先だけ整える程度にしてもらった方がいいんで、その髪質を見ながらやってください。で、今すくことによってこの部分ついたんですけど、ボリュームが出るんですよね。後でセットしてまた変化をね、見ていきたいと思うんですけど、例えばこことかトップのとこって一番動かしたい部分、ここがペチャッとするとなんか潰れた感じになりますので、ここをふんわりしたり、前髪はあんまりすかん方がいいですね。前髪は立つというかあんまり動かん方がいいんで、ここですね、トップのとこを、まあ、手で持ってする人の場合でしたら引き出してすく、まあ、最大で 50% まですくイメージで半分つけるぐらいですね。こうしてもらうと、ワックスつけた時とか、まあ、ワックスつけなくてもドライヤーだけでも髪の毛がここを立たせることができる。これ今立ってる状態ですね。これをやっぱりすかないと浮かないので、こういうのをやっていってください。で、横の方も2ブロックの横って馴染みにくいんですけど、こういうところですね。ここはもうどちらかというと毛先の方をギザギザにするイメージですね。ギザギザにしながら、なじませてもらうと、まあ、こういうことですね。ここがギザギザになると、このなじみやすい。この切りっぱなしですと重たい感じになりますので、特に2ブロックでなじませたい方の場合は、まあ、マッシュルームとかそういう場合やったら重めにしてもらってもいいんですけど、今回は、ふわっとさせたいヘアスタイルですので、ちょっとすき気味で、で、上も立つぐらいで、まあ、違いを言うと今すいた部分と、まあ、反対こっちの方がまだすいてない部分なんですけど、重たくね、ここペチャッとなってます。それが違いですので、まあ、家でもできる方法でやってますので、こんな感じですね。で、後からまた、仕上げワックスつけた動画、まあ、ワックスつける動画もしますので参考にしてみてください。では後ほど。はい、カット終わってシャンプー終わりましたね。はい、でワックスをこれぐらいの分量です。指先に取っていただいて、まあ、お約束ですけど手のひらで軽く伸ばします。で、ちょっと白っぽい感じ、半透明ぐらいの感じで、まあ、今回髪の毛が多かったんで、太くて多くて、しっかりしてたんでちょっと多めにしてきました。で、なんでかっていうと、
毛先を動かしたいのでそういうカットにしました。で、髪の毛が細い人とか柔らかい人の場合は柔らかい人の場合はあんまり好きすぎないようにしました。で、毛先に塗ります。で、毛先につけるのがポイントで、毛先につけるともう結局浮き上がるというか立体的に動いてきますので、まずは毛先につける。ほんで最後に前髪付近に、前髪がベタつくとペタッとしますので最後に前髪ですね。で、つけ終わった状態でねじっていきます。で、ねじることによって立体的な束がね出てきますので、ねじるっていうことが大事ですね。まあ、今回のポイントが毛が多いのでよくすくっていうことでした。で、最初の、まあ、カットして2ヶ月経った状態でしたらぺちゃんこというか立たないぐらいのボリュームがない感じだったんですけど、丸い感じだったんですけど、すくことによって立体的な動き、ギザギザ感が出たりとか、ワックスで簡単にセットできるとか、そういう効果が出ますので、ぜひ、すきをね、多めにするということをやってみてください。まあ、家でもカットされる方の場合はすきを最初の動画でやった感じですいてください。まあ、こんな感じですね。全体取りますね。こんな感じですね。束感っていうのがこう筋状に見えるものですね。立体的に見えるものが束とか筋とかって言いますので、それは最初につけたものをねじっていくとそういう形になりますので、やってみてください。で、2ブロック入れてますんでメリハリがありまして、ここをまあ、3ミリですね、3ミリ入れて上を軽くすることによって動きが生まれますので、ここを2ブロック入れて重たい感じですとちょっと髪質には合わないので、硬い人の場合は、硬い多い人の場合はすいて動きを出した方が合うと思います。まあ、マッシュルームとかそういう考え方もあるんですけど、マッシュルームはちょっと重たい方には、長期ですね、 1,2 ヶ月持たせるのは難しいので、どちらかというとこういう髪型の方がおすすめですので、やってみてください。では